皆さんこんばんは。ここにあるのがですね、先日釣り具屋さんで売っていた木製のですねフライ収納ボックスです。これは結構大きなものでですね、フライを陳列するのに使ってたものだと思うんですけど、これコータク のマークがついてますけれども、アクリル製のこの蓋がついてます。こんな蓋がついてですね、結構フライが収納できますけど、皆さんこれおいくらしたと思いますか？実はですねこれ500円で売ってました。まともにこう買うとですね結構いい値段するのではないかなと思いますけれども、収納して展示するように店で置いてあったものだと思いますけれども、使わなくなったということで、安く売ってましたので、買うことができました。ちょっとこちら紹介しますけれども、これは白樺の木です。これも釣りに行った時に見つけて持って帰ってきたんですけど、ここに実は穴を開けてですね、フライの道具を刺したりですとか、こう僕はマテリアルを刺してですね使っております。こんなのもですね非常にアンティック、温かみがあってですね、カントリー風ですごく気に入ってます。皆さんも兆候に向かってますか？最近はですね、魚の活性もどんどん上がってきましてですね、どの河川に行っても魚が釣れます。でこれからゴールデンウィークのシーズンに入ってきますけれども、実はゴールデンウィークになると入境者が結構多くなりまして、魚の警戒心、メジャーなコンテナだと非常に警戒心が強いので、意外と釣れなくて最悪坊主っていう人も結構多いみたいですけれども、そんな時はですね、あまり皆さんが行かれないような消火栓を選んでいくとですね、結構いい、釣りができる場合になりますので、皆さんもなるべく早く調校された方が、いいのではないかなと思います。ゴールデンウィークじゃなくてなかなか休みが取れない方もいらっしゃるかもしれませんけれども、そういうふうになると結構あちらこちらの、メジャーのポイントに行くと釣り人が必ず入っているという状況もあるのですから、前ですとか、ゴールデンウィーク中であればですね、あまり皆さんが注目しないような河川に行くのもですね、一つの方法ではないかなと思います。私もゴールデンウィークはですね、びっちり釣りをしたいと思いますし、皆さんにですね、少しでも面白いですね、動画をですね、ご紹介できればと、今からですね、いろんな計画を立てております。番外編で、ちょっと変わったですね、こともやって、見ようかなとこんな風に思っておりますし、動画をたくさんアップしてますけれども、少しね、様変わりした動画もですね、皆さんにお見せできればなと、そんな風に思っておりますので、楽しみにして、いてください。本日はご視聴誠にありがとうございました。